皆さんこんにちは、キュアーズです。皆さんはメリーさんの怖いお話知ってますか？私、メリーって電話で言いながらどん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 近づいてくる怖いお話。今日はメリーさんの怖い体験をした炭治郎くんとキュアグレイスの様子について見てみましょう。あ、これから少しだけ怖いお話が始まりますよ。皆さんは怖いお話好きですか？ちょっと怖いお話好きだよっていう人はグッドボタンを押してくださいね。わあ、皆さんちょっと怖いお話好きなんですね。ちょっと怖いだけですから安心してみてくださいね。それでは炭治郎くんとキュアグレイスが体験したメリーさんの怖いお話スタート。ある日のこと、炭治郎くんとキュアグレイスはお家で留守番をしていました。お留守番しっかりしないとね。そうだね、キュアグレイス。プルルルルルプルルルルルプルルルルル。あ、電話が鳴ってる。子供が留守番中に勝手に電話に出てはいけませんってお家の人に言われなかった？でももう私も大きいもん。電話ぐらい出れるもん。電話に出ちゃおう。ちょっとキュアグレイス、勝手に電話に出ちゃダメだよ。もしもし、こんにちは。キュアグレイスと炭治郎がお留守番してまーす。ん？あれ？誰もいないみたい。あの、もしもし？あれ？電話してきたのに誰の声もしないよ。ねえ、どちら様ですか？私、メリー。メリーさんって言うんですね。あの、今私お留守番中でお家の人がいないので、また後でかけ直してもらってもいいですか？私、メリー、今あなたの家の近くの公園にいるの。え、公園に？でも今来てもらっても困るんですけど。つ、あ、電話切れちゃった。キュアグレイス、誰からの電話だったの？なんかね、女の人の声で、私メリーって言って今公園にいるって言ってた。誰だろう。誰だろうね、よくわかんないや。プルルルルル、プルルルルル、プルルルルル。あ、また電話だ。もしかするとさっきのメリーさんっていう人からかな。電話に出てみようっと。あ、ちょっとキュアグレイス。ガチャ。もしもし、キュアグレイスです。あれ、また何も聞こえない。あの、もしもし、どちら様ですか？私、メリー。あ、やっぱりさっきのメリーさんですね。あの、今お家の人がいないので近くの公園に来てもらっても困るんですけど。私、メリー、今あなたの家の近くのコンビニにいるの。え、コンビニに？どうして？もしかして何かお土産買ってこようとしてるんですか？コンビニで何かお土産買ってこようとしてるんですか？ジュースの差し入れやアイスの差し入れ、そういうものを買ってこようとしてるんですかね？あ、また電話が切れちゃったよ。またメリーさんから電話？そうなんだ。近くのコンビニにいるんだって。どこのコンビニだろう？セブンイレブンかな？ファミリーマートかな？ローソンかな？意外とミニストップだったりして。で、そんなことはどうでもいいんだよ。メリーさんがどん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 うちの近くに来てるみたいなんだけど。メリーさんって誰なんだろう？どんな声だった？なんかね、ちょっと女の人なんだけど、ボソ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 喋ってるような声だった。聞いたことのない声だったよ。そっか、誰だかわからない人からの電話か。もしかするといたずら電話かな。どうなんだろう、なんだか不気味な声な気がしてきた。プルルルルル、プルルルルル、プルルルルル。あ、また電話だ。もう知らない人の電話には出ない方がいいんじゃないかな。そうだね。でも一応確認のために出てみよう。ガチャ。あ、もしもし、キュアグレイスですけど、どちら様ですか？私、メリー。あ、やっぱりメリーさんだ。あの、あなた誰なんですか？ど,
うしてうちの近くに来てるんですか？私、メリー、今、あなたの家の玄関の前にいるの。玄関の前に？あなた誰なんですか？一体なんで電話してくるんですか？ガチャ。つー、つー、つー、つー。炭治郎くん、またメリーさんからの電話だったよ。今度はなんて言ってたの？あのね、うちの玄関の前にいるって言ってた。メリーさん、どん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 近づいてくるよ。うちの玄関の前に？もしかすると、お客さんかな？どうだろう？あんな怖い声のお客さん知らないけど。よし、ちょっと玄関の方を僕見に行ってみるよ。キュアグレースはここで待ってて。あ、炭治郎くん行かないでよ。炭治郎くんが行っちゃった。一人で心細いな。メリーさんって誰なんだろう。いたずら電話かな。ブルルルルル、ブルルルル、ブルルルルル。あと電話が鳴ってる。またメリーさんかな。それとも炭治郎くんが外から電話かけてきてるのかな。誰だろう。出ない方がいいよね。電話がずっと鳴り響く。怖いよ。よし、出ちゃおっと。ガチャ。あの、もしもし？キュアグレースですけど、あなたは誰ですか？私、メリー。やっぱりメリーさんだ。何の目的で電話かけてるんですか？何回も何回も。要件は何ですか？私、メリー。あなたの名前はわかりましたから、どうして電話をかけてるかを聞いてるんです。何の目的で電話をかけてるんですか？私、メリー。今、私。あなたの後ろにいるの。え、私の後ろに？私、メリー。今、あなたの後ろにいるの。キャッキャー。あら、キュアグレースはどうなってしまったのでしょうか。怖いですね。メリーさんとは一体誰だったのでしょうか。その目的は？皆さんは知らない人からかかってきた電話に出てはいけませんよ。もしかするとあなたの後ろにどん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 メリーさんが近づいてくるかもしれませんからね。気をつけてくださいね。私、メリー、良い子のみんなは、チャンネル登録もよろしくお願いね。キャー！動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面で、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリーよ。